皆さんこんばんは。子犬のポメラニアンコロンチャンネルへようこそ。コロンでーす。本日の動画はですね、犬が飼い主に話しかけている時の仕草について詳しくお話しさせていただきます。犬は飼い主に話しかけるときにある仕草を見せます。その仕草について詳しくお話ししますので、本日も動画のご視聴よろしくお願いします。もしよかったらチャンネル登録高評価もよろしくお願いします。それでは早速ですが本編へ入っていきましょう。犬が話しかけている時の仕草の一つ目は、前足でちょんちょんしてくるです。犬が隣に来て飼い主のことを前足でちょんちょんとつくのは、催促をしているサインになります。僕を見てと言っていたり、お腹が空いたからご飯をくださいと言っていたりします。どんな意味での催促なのかは、その時の愛犬の状況から汲み取ってあげましょう。ただ毎回すぐに反応するということを繰り返してしまうと、わがままな子に育ってしまう可能性もあるので気をつけましょう。次は、とある場所と飼い主を交互に見るです。犬がとある一点と飼い主を交互にチラチラ見てくるときは、飼い主に対してその一点に何かあることを伝えています。それはトイレをしたから片付けてかもしれないし、その時々の状況によって内容は変わってきます。また犬は素直なもので、やっちゃったと思っている時もこの動作をすることがあります。なのでトイレミスや何か物を壊した時に、愛犬の視線を観察することで素早く気づくことができます。次は、吠えて訴えてくるです。犬が飼い主に対してワンと吠えてくるのは、そろそろ〇〇の時間じゃないと飼い主がルーティーンを忘れていると思って指摘している行動です。体内時計が正確な犬だからこその行動になります。ただ吠えた時の正しい対処法は、心を鬼にして一回犬を冷静にさせるというものです。吠えたら思い通りになると思わせないために、一回冷静になった状態で散歩に行ったりご飯をあげたりしましょう。次は、首を片側にかしげるです。犬が首をかしげている時は、何もう一回言ってと喋りかけている行動になります。これは耳の位置や角度を調整して聞こえやすい状態にしようとしている仕草になります。また首をかしげることはしないで、耳をピンと立てていたり、耳を前向きに動かすような動きをしていたら、飼い主の発言に対して、え、本当？と返している証拠です。飼い主の会話に興味を示している証になります。次は、クーンと鼻で音を鳴らすです。犬が切ない表情でクーンと鼻を鳴らしてくるときは、寂しいから構ってほしいなと話しています。子犬の頃にこの鳴き方をすると、大体の飼い主が近くへ行き犬に話しかけるので、それを思い出して行動しています。よく飼い主が外出するときなどにこの行動を
しますが、そこで立ち止まってしまうと逆に愛犬を分離不安症にしてしまい苦しめてしまうことになるので、何事もないように振る舞うことが大切です。動画の途中ですが、本日のコロンちゃんのおやつタイムです。興奮してますね。本当におやつが大好きなうちのコロさんです。はい、クッキーどうぞ。クッキーがすごく跳ねましたね、今。綺麗に完食しました。それでは本編へ戻りましょう。次は頭を低くしてお尻を振るです。飼い主に向かって愛犬が頭を低くしてお尻を高くしフリフリ振るのは、一緒に遊ぼうと喋っている行動になります。飼い主にこっちだよと誘っているので、おもちゃを使って遊んであげましょう。これはフレイバウと言われる動作で、犬同士でも行われます。一見攻撃的な姿勢なので不安に思ってしまう人もいますが、犬同士であれば遊ぼうと思っているほど仲がいい証拠になります。犬は言葉は話せませんが、飼い主に喋りかけている時がたくさんあります。その内容は動きを観察することでわかります。伝えたいことを理解してあげると愛犬との絆もより深まります。犬も飼い主と話ができている感覚になり、すごく嬉しいでしょう。以上が犬が話しかけている時に見せる仕草でした。皆さんの愛犬はどんなことを飼い主に話しかけていますかね。そんなことを考えながら愛犬と触れ合うのもすごく楽しいですね。本日も動画のご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録高評価もよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。